どうしよう、なんでテロップ何も思い浮かばない。浮かばない、なんだろう、思い浮かばない、浮かばないな。いや、こんばんは。すごいくだらないことに使っちゃった。こんばんは。はい、改めまして、今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他諸々お疲れ様です。こんばんは。やっほー。いや、ちょっとまつげにかかる。ということで、改めまして皆さんお疲れ様です。まず何の話しようかな。まずじゃあちょっと、多分これ今だけじゃなくて何とか言った方がいいかなっていうことなんですけど、ビスイベントの累計100位までのランキングの、言っていたお礼の画像を、16対9のね、まあ、待ち受けにできる方は、まあ、画像ですっつって言ってたやつ、あれをね100人分投稿させていただきました。思ったよりね、写真の抽出が大変でしたね。4時間ぐらいかかって、書くのは3時間ぐらいかかりましたけども、全然別にはい、そう、本当気持ちなので、みんなにねお礼っていう形で、写真はマジでランダムというか、一応意識したのは上位になればなるほどなんかレアリティは高い感じにした。レアリティ高いレアリティが高いかなみたいな、なんかっていうのは上位の方に配置して、それ以外はマジで先にバッて写真を並べて一個ずつ描いたので、だからどなたに何をっていうのをやったわけじゃないので、そう、てかそもそも100枚分 の, みんあの違うシチュエーションの写真を選ぶのが大変だったんですよ。膨大な写真の中からで16対9にするのがね、16対9で縦写真が、そもそも私縦写真そんなに撮らないから全然なくて、でなんか、まあ、せっかくならその髪型違う、まあ、眉山公園の衣装は多かったけど、まあ、髪型違うものとか、そうそうそう、だからだから上位の方に衣装系とか、なんか生写真のコンセプトが強いやつとか、そういう感じでやりましたね。でそうそうそう、だから一枚も同じ写真はないし、何位とかありがとう、サンキューとサインとかも全部コピペじゃなく全部一枚一枚書きました。なんか時間はかかっちゃったんだけどね、ごめんね、昨日投稿するって言いながら間に合わなかったから、思ったよりマジで100枚を一回端末から消して一個ずつ選ぶのが大変だったっすね。はい、うん、だでもみんなが喜んでいただけてよかった。そうそうそう、だからなんか自分の好みの写真が来た方は運がいい方ですね。あと36位と62位、あれももともと別になんか作るつもりはなかったんだけど、その写真がなさすぎてこう一個ずつね使えそうだなっていうのをいろいろ一個ずつ選んだんだけど、なんかちょっと特別感ある写真があって、どうしたらいいかなこれと思って、どうしようかなっつって、語呂合わせにしようって思って、そう、もうだからもうあれに関しては本当にラッキーボーイガールですね。36位の方にミムラのやつ、ミムラスペシャルね、
で62は無二っていうことで、なんか無二あの画像マジでどこの何なのか知らないんですけどっていうのがあったので、はい。で4位から10位の方は、セルフプロデュース生写真のオフショット、オフショットっていうかアザーカットだな、オフショットというよりかはアザーカット、使わなかったカットで、1位から3位の方はメッセージ付きで歌ってる画像を、あの公園で歌ってる画像ですけどね。うん、まあもしよかったらね、あの多分スクショして保存できるかな、はい、よかったら。とりあえずね全部かけてよかった。うん、そう、そうそうそう、アルバムをね作って100位から90位の画像フォルダを作って、まず1回100枚を抽出するじゃないですか、 Google フォトから。 Google フォトとりあえず使えそうなもの100枚選んで、はい、でそっから、あ、じゃあこれはじゃあ90位から100位の方にしようって言って分けて、1個ずつだとペペペペペって貼っていって、レイヤーに分けてね、レイヤーに分けて貼っていって、上からよし、はいはいはい、次、あ、次この方、100位この方ね、90位この方でってやったから、写真が先行で、そう、名前を後に入れたって感じですね。うん、そう、 iPad で書きました。写真を選ぶのが4時間で、書くのが3時間ぐらいでしたかね。うん、まあ本当気持ち程度なので全然お礼し足りないというか、まあ、書かせていただいたけれども、うん、でもそう、だから本当は昨日できるかなと思ってたけど間に合わなかったね、申し訳ないね。うん、だから今日は朝からやってましたね。夜は寝たのよ昨日ちゃんと。夜は結構早い時間に寝て、今日はあの予定があった、予定っていうのがあのサーヤのイベントの練習があって、もうほんと個人練習だったんだけど、個人練習っていうか2人か、うん、そうそうそう、全然お仕事というよりかは、うん、お仕事じゃなくて普通に自主練っていう形になるかな、そうそうそう、久しぶりにサヤに会って、あ、そう、誕生日プレゼントいただいてしまいました、可愛いアイシャドウいただいちゃいました。うん、2人でね練習しに行ってそうそうそう、うん、もう1週間後なんでね、早いっすね早い、はい、めちゃくちゃ早いから、どうしよう、どうしようというかめちゃくちゃ早いなっていう1週間後かみたいなところありますけど、そうっていう、今日はだからそんな感じで帰ってきたのは夜7時ぐらいだったかな、夜7時ぐらいで、で朝かい、朝画像を40人分ぐらい書いて、で
夜7時からほんとついさっきまで10時ぐらいまでか、10時前か9時45分ぐらいまでかな書いてたから、そう結構ね、結構あれでしたね。今日もねお昼前に起きましたね、11時ぐらいには。うん。だからよかった今日間に合って、いや間に合ってないんだけど昨日だからさ。まあでも今日投稿できてよかったです。なんとか早めにねお礼はしたかったですからね。全然お礼なんて思ってないよ本当。なんか全然もっともっとなんかもっとみんなに恩返しというかお返しはしないな、したいなっていうのはあるんですけど、うん、まあそれはなんか別の形で自分の姿形というか活動の何かで恩返ししてきたらいいなっていうふうには思っております。うん、ありがとうギフトをいただいてましたね。そうね、まああとは、まあ、また別の話ですけれども、昨日ね一期生の先輩方のお披露目6周年のニコ生特番があったんですよ。皆さんご覧いただけご覧になりましたか、見てました、うん見てましたかね、見てたみんな。私もねあのプレミアム入ってそうまあ見たラストまで見たんだけど、いやいいね、いいよね、面白かった。すごいエモかったな、一曲目からねエモかったし、みんなのパーティーショーもなかなか見れない、今てか時もそうだね、なんか先輩のパーティーショーと時衣装ってなんかもうパーティーショーと時衣装って研究生の衣装みたいなところがあるじゃないですか、なんかイメージ的に壁車もそうだし、時もまあ時そのもちろん先輩のオリジナル衣装なんだけど、なんか研究生が時着る時は先輩はプリーツ白プリーツあー高級衣装を着たりとか、そうだからなんかイメージ的になんかこうどちらかというと後輩が着るようなイメージがあったんだけど、久しぶりに先輩のねオリジナルの衣装を見れてなんか感慨深かったね。うん、あ518日ありがとうございます、あーハートありがとう、ありがとうございます。そうね、うん、私やっぱおもろい先輩方やなと思いましたよ。うん、いいね、あのあの雰囲気というか自分らの知ってる先輩方の雰囲気だなって思いましたね。うん。ねえ、ありがたいですね。ニコ生さん、私たちの2期生のお披露目の3周年の
かな、ニコ生特番もねやらせていただいて、結構最近はお世話になることが多くて、本当に本当にすごい毎回結構楽しい企画とか、いろんなね、まあ、前回昨日だったらあのハートのあんな初めて見たんだけど、ハートのリングライトのカメラでね、めちゃくちゃみんな可愛いっていう、すごいね、そうよくしていただいてありがとうございます。普通に私がもともとニコニコの民だったからさ、まあ別にそんなに深いあれじゃなかったけど、ニコニコよく見てたからさ、こうコメントが横で流れる感じとか、あとニコ生の水これすごく分かりづらい話なんですけど、なんかニコ生の水があるのよ、なんかこんぐらいのね、こんぐらいのちっちゃいで、周りにあのニコニコのあのテレビのやつがさ、テレビじゃないか、あれテレビみたいなやつが、キャラクターがねプリントされてる水みたいなのがあるんだけど、それをねたまたまこの前見かけて、劇場でニコ生の水だって思ったいやそう、なんかよく 見たことあるからさ、見たことあるこの水と思って、なんか普通に、いや自分たちがニコ生やった時なかったんだよ、だから多分10人といろさんのニコ生の時にそうあったんだろうけど、ニコ生の水だって思っていやそうそうね、ちょっと分かりづらいですけれど、うん、嬉しいというかいいなって思って、あとはあのプレミアム配信の時のカラオケはやっぱ面白いですね。うん、カラオケ前、あのプレミアム配信前に一曲パーフェクトヒューマンやってたけど、ああ本当面白いですよね、いいよね、あれはね、あの定例にすべきだと思います。うん、定期的にやるべき、あのカラオケ配信は絶対にやった方がいい、面白いもの。なかなかさ、メンバーのそのグループ外の曲を歌うというか聴ける機会ってなくて、やっぱねもったいないなと私はずっと思ってるわけですよ。せっかくね、せっかくね、こんなに楽しいのにと思ってうん、前回の2期生の時もすごく盛り上がったから、まあ、先輩もね、先輩もめちゃくちゃすごかったわ。30分の密度とは思えなかったからね、そう9時半から10時までやってたけど、カラオケ30分の密度とはマジで覚えなくて、ほんと面白かった。うん、そうだね、ドラさんのみんなも一緒に参加して歌う、カラオケ配信やりたいわな なんかカラオケ配信はシュールシュールカオスエモが混じり合ってるよね。そんな空間なかなかないと思うけど、シュールカオスエモが盛り上がる、盛り上がるじゃない、交わってる、うん、すごくしっくりきたわ今、シュールカオスエモNCT48 のカラオケ配信はシュールカオスエモの3つの要素を要素からお届けしております。本当にそうだと思うわ。あードラは確かに、ドラさんキャンプやってたね、あれもいいよね。まあでもちょっとあれは4人だからいいみたいなところあるわ。あれが例えばじゃあ12人とかさ、十何人とかでやったらちょっと騒がしいもんね4人だからこそできたかもしれない、少人数だからこそできたかもしれない、あれはあれでいいですよね。私はもう全部フルで見ましたけど、マジでフルで見ましたけど、うん、
あれも良かったな。ああいうのなんかやりたい。また本当になんかニコ生さんでもっとなんか企画系のね、こういう記念配信だけじゃなくて、なんだろう、謎解きアドベンチャーとかさ謎解きアドベンチャーとか、なんか人狼ゲームとか、なんだろう、24時間耐久配信とかさ、もうなんかできるもんなら何でもやりたいですよね。うん、普通にニコ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 というものが好きなんだよな。うん、ギフトありがとうございます。そう、まあで、まあ違うんですよ、そうじゃなくていやそれはそうなんだけど、ニコ生さん、一期生のニコ生さんも面白かったよっていう話ですけど、まあね、私も全然知らなかったんですけど、なんか VTR がありますっつって、ここで映像を見ていただきますっつって、あギフトありがとうございます。ここで映像を見ていただきますって言って流れた映像でさ、全然私本当に知らなくて、何もって思ったんだけど、ででん、私荻野由香って始まって、NGT48 卒業しますっていう声が入ってましたね。ででんなんだっけな、なんて書いてたんだっけなんだっけそうで、荻野由香卒業コンサート開催決定、わー、そしてかでん、 NGT48 1年10ヶ月ぶりのちょっと間があって単独コンサート決定、わあ、びっくりしましたね。いやてかね、あ、まあいいや、ちょっと一個全部言ってからでしょ。場所はときメッセージャー、あ、日程が先だっけ、で日程は10月30日土曜日、昼単独コンサート、夜荻野由香卒業コンサート、こうご期待みたいな、詳細は後ほどみたいなね、日程が先らしいわ日程が先だったらしい。そうっていう、なんとね、我々 NGT48 ときメッセで、2度目ですかね、2度目となる単独コンサートをやらせていただくことになりました。やったー嬉しいね。いや本当に知らなくて、マジで信じられなかったんですけど、まあでもね、ゆかさんの卒業コンサートできるのかな、どうなんだろうっていうのがさ、結構まあこの情勢的にもあって、どうなんか、まあでもやるべき人だよなっていうのは結構みんな思ってたと思うんだけどね、無事に開催できそうで、すごい私は開催が決まってね、予定としてすごく嬉しいなって思いました。でね、プラスでそのお昼公演で単独コンサートっていうので、まあ、やらせていただくということで、私その NGT48 としてコンサートのステージに立ったことがないから、初めて、4年目にして初めてコンサート出るんだけど、ちょっとおもろいですよねやっとですね、待たせたな、みんな。うん、嬉しいですね、とても。あ、祝ありがとうございます、嬉しいね。いや、ずっとゆかさんが後輩にあのコンサートとかのステーキ、あのステーキじゃないコンサートのステージからの景色を見せ、コンサートのステージ、そう、ステージからの景色を見せてあげたい、後輩に見せてあげたいってずっと言ってたんですよ。あ、ギフトありがとうございます。ずっと言ってて、うん、だから最後の、本当に最後に連れてってくれたわ、ゆかさんが。まあ、メールをね、私はまあご存知の通りゆかさんのメールを取っているので、
見たんだけどさっきさ、いやまあゆかさんが連れてってくれたって言って過言じゃないかな、正直過言じゃないっすね。あ、連れてってくれるよときメッセに。うん、まああと多分うちのフローラのねスタッフさんがかなり頑張ってくださったのかなっていう感じはありますけれども、いや嬉しいね、やっとステージに立てるという喜びと、ゆかさんをねときメッセという大きな舞台で送り出せる、まあ多分卒業公演とかもあるんじゃないかなと思ったりはするんだけど、卒業コンサートっていうね大きな舞台でお見送りできるということもすごく嬉しい、はあ、楽しみですね。もうなんだかんだ1ヶ月2ヶ月ないぐらいですね、1ヶ月3週間ぐらいかな、だから多分あっという間に来ると思うんですけど楽しみだな。うん、楽しみだな。でね、そうあのねさっき何言いかけたかっていうとさ、その VTR が流れてて私なんか電波悪くてプレミアム会入ったのに電波悪くて、なんか多分 Wi-Fi が重くてさ、マンションの Wi-Fi がもう共有のやつだからさ、 Wi-Fi がバカ重くてもうコメントと映像がタイムラグできちゃってて、コメントが先に流れちゃったんだよね。ネタバレ食らったんよコメントでマジでね、もうその瞬間手でバッて隠したよね、あのコメント一旦非表示にして右手でコメント側を隠すっていう、うん、泣きそうとかなんか嘘とか卒業コンサートとか見れてさ、待てっつってやめろやめろやめろ、ネタバレ食らってるわと思って、うん、そうそうそう、だからちょっとねおもろい状態になってたんですけど、まあ嬉しさは変わらず、結構がっつりタイムラグあったんだよね。なんかだからさ、そのニコ生の使用上タイム、ね、止まったらちょっと遅れて映像が進んで、コメントちょっと多分そのままの流れなんだよね。だから映像の方が重いからコメントはそのなんていうの継続されてるんだけど、ずっと止まらずに動いてるんだけど、その何動いてる動画と音声マジで届かなくて、ほんと止まりながら止まりながらだったから、なんか10秒ぐらい、そうだからででん、そう NGT ホテル卒業しますって言って、あの卒業コンサート決定ぐらいの時にもう日程の話が出てて、もうすぐじゃんみたいな、はえ待って待ってどういうこと待ってみたいなコメント早かったんだよ、卒業コンサートやりますっていう告知が出た時にもうコメントでは早すぎるもうすぐじゃんみたいなコメント流れててずれてると思って、で場所はみたいな、場所どこ場所どこみたいな、やばいこれ見たらちょっと半減すると思って、うん、だからねこの VTR をどうぞってアイナさんが言ってる時ぐらいには泣きそうってコメントがあった、待ていやそれはね普通にうちの Wi-Fi の調子が悪かったのが悪いんですけどっていうね、ちょっと面白い状況がありましたとさ、ギフトありがとう、そうそうそう、本当に本当にラグってたね、まあうちの Wi-Fi のせいなんですけどうん、もうなんか普通に自分の Wi-Fi とか欲しいもの共有、やっぱね夜重くなるのよ、なんか別に昼とかは特になんでもないんだけど、夜はそのみんなお家に帰ってくるじゃん、普通にマンションの住人さんがね、住人さんがお家に帰ってきてみんなね Wi-Fi 使うから、だから夜は基本 Wi-Fi 切んなきゃ私動かないんだよ、正直メールも送れないもんボロボロWi-Fi がWi-Fi の調子悪すぎて本当、うん、だからね、そう混み合う配信はねさすがにギガを食うので、 Wi-Fi これそもそも Wi-Fi がないと動けないタイプの iPhone8 くんの方を使ってるので、まあ配信はみんなのところに画質良いのかな悪いのかな分かんないけど届いてるはず、
なんかそう受信ができないんだよね。そうそうそう、受信ができないんだよね。そう、まあね、ルーターとか、そういうのね、いろいろありますけれども、まあパソコンとかじゃないからな、またそれが難しいですよね。普通にパソコンも欲しいんだけどね、最近ずっと。なんかね、歌のミックスをやりたくて、歌のミックスは自分でできるようになったらいいなって思うんだけど、多分それ iPad とかだとねできないんじゃないかなって。歌のミックスできるようになりたいなって思って早3年ぐらいが経つね。うん、多分 PC ぐらいがないと。そう、パソコンもね、安いものもあれば高いものもあるし、でもね、わざわざ安いものを、本当に激安パソコンをね買ってね、すぐ壊れちゃうとか、別にそんなに性能が良くないとかだったらさ、それなりにいいものを長く使った方がいいじゃん。まあね、さすがにね、百万するパソコンを買うわけにはいかないですけれども、うん、なんかありますよね。なんかもう意味わかんないぐらい装飾ついてるパソコン、ゲームパソコンとかさ、そう、うん。ゲーミング PC 買ったらおかしいでしょ。私ゲームそんなにしない、ゲームそんなにしないのにさ、ゲーミングパソコン買うの意味わかんない。 いいけどね。うん、そう、 2PC とかね、普通に最近って 2PC の人多いよね、多分。 2PC とかじゃないか、3なんか、なんなら3つぐらい、デスクトップ PC があって、そのデスクトップ PC のモニターが3つぐらいあってモニター3つあって、プラスノートパソコン持ってるみたいな YouTuber さんとか、そういう、なんか普通でそういうのよく見かけるけど、すげえなって思って、 PC 何個あるねんって。だってさ、一昔前ってさ、パソコンなんてさ、一家に一台と会社に一台とかなんじゃないの？うん。確かに株やってそうだね。なんかその例えば配信者さんだったら、配信用の PC とゲーム PC を分けてるんだよね。そう。例えば配信用の PC、 OBS とかつなぐ PC と、あとゲームつなぐ PC と、プラスコメントを見る用の、自分の配信を見る用の PC みたいな、そうそうそう、とかあるよね。うん、すごいわよね。私はパソコン1個も持ってないんですけど、普通になんか動画編集とか、まあ動画編集はギリ iPad でできるけど、動画編集とか音源編集、音編集とか、まあ配信、まあショールームぐらいだったらできるだろうけど、なんかもっとこう別の配信とかだったら、だからあゆ太郎さんは普通に PC でしょ、多分ゲーム PC と配信用 PC とかなんじゃないの？うん。あとはそのアプリでしか入れられないから、その iPad 用のアプリと PC 用のアプリが違ったりね。うん。ね。うん、なんかちょっとしたにわか知識だけ増えていくわ。
なんかね、いろいろあるよね。まあ別に買う予定はないんですけど今んとこ。とりあえず今買っても多分持て余しちゃう。だからまあミックス、音ミックスぐらい、音のミックスがあれな感じかな。まあ別に録音しないし別に録音しないからさ、うん、別に今必要なわけじゃないからね。欲しい、多分あったら使うんだろうけどね。うん、家狭いからさ、家狭っ、うんうん、なんていうの、そのどこにじゃ置くのっていう PC 台をさ、うん、っていう話ですよ。なんでこんな話してんだこの話してんだっけ、忘れちゃったけど、いやあのね、いや違うのよ別にね、なんていうの、なんていうのかな、マジで家の壁がここしかなくて、もう他棚チェストクローゼット、ベッド、テレビ、棚、鏡みたいな感じで、そのいわゆるもう壁がここしかないのよ、配信の壁が。だからどこにも置けない別に普通にね一部屋しかないからさ、そうタンス2個あんだよ、だって服入んないんだもん。タンス2個あんだよ、こんぐらいのでっかいタンス、でっかいタンス2個あるから同じのが、うん、別に部屋がめちゃくちゃ狭いわけじゃないとは思うんだけど、人はうん、まあメンバーはそれなりに何年か前に結構な人数入れたことあるから、そう上にねなんかいろいろ乗ってますよ、いろいろ、そうぬいぐるみとか三村とかね、タンスの上に乗ってるんですけど、うん、4段のタンスが2つ4段のタンス2つあるんだよな、多分100センチぐらい横幅あるんだろうけど、100センチぐらいのタンスが2個あるから200センチぐらいあるんだよね、2メートルぐらい、2メートルぐらいの幅取ってんのよ、うん、高さは私のどんぐらいだ、どんぐらいだろう、ちょっとわかんないな、別に多分そんなに高くないだろうけど、130センチぐらいかな、なおそれを得てしても服は入りきらない、終わってますね服多すぎんだよな、なんかね服多いのよ、まあ私がね捨てられないのよ、昔の服とかもういらないでしょっていう、小学校の時の服残っちゃってっからさ、
もういらないでしょっていう服もあるのよね。だからさ、どんどん増えてくのよ。たまにだから買う服だ、私一般的な多分19歳の女子に比べて服は買わない方なんだけど、まあ服は人間なので買う、最低限買うんだけどさ、その最低限買うのがもう溢れてんだよね。でほら、あの普通に握手会とかおしゃべり会とかの分で買うじゃん、プラスでね。もうダメねあ、まあ確かに実家に送ればいいのか。実家も多分溢れてますけど、実家に送るのワンチャンありだな。でも実家に送ったらもう着ないんじゃないの。私そんなに実家帰らないよ。ホームシックにもならないし、あんまり帰らないから。みんなどんぐらい帰ると思ってるんかな。あ、まあでもちょっと前にね、昔の本当にこれマジでいらない、絶対いらないよっていうのは実家に送ったんだよね。うん、だいたいね、だいたいね、実家帰るのはね、仕事にもよるけど、どうだろうな、なんかね、まとまって帰るときはマジでないんだよね。新幹線だけど、基本的に移動は新幹線なんだけど、基本的に移動は何かマジでね、本当にたまにしか帰らないんだよね。帰れたとしても3日とか3日間とかかな。あ、なんかでも最近本当に、まあ最近に関してはマジで帰ってないけど、なんだろうな、正月に1回帰ったっけ。正月に帰って埼玉に引きこもってたか、マジで1回も外出なかったんだよね。うん、なんか、まあ、それ以外ちょくちょく顔は出したりとかはしてたんだけど、お仕事の関係で東京に出た時とかにね。でも多分次の日の朝は帰るとか。お正月コロナ前帰ってたでしょ。いや帰ってないのよ帰ってない、マジで帰ってなくて、帰ってない時もあるし、だから何回お正月経たっけ、3,4 回ぐらいあるけど、お正月ね、 NGT になってから、あのね、帰れないんですよ仕事で。マジで普通に1月2日に新年公演があるから、新年公演があったから、で普通に29とか30まで仕事だったりとかするから、そう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 、だからね、全然年越し一人で家あったよ、あったよ、 1,2 年ぐらい多分。うんそうそうそう、忙しい時はだから全然帰れないですね。うん、別に寂しくないんだよね。そう、
そうなんよ、あのねマジでね一人で過ごせちゃうんだよね。なんか別に対して1週間ぐらいだったら一人で、1週間とかじゃない、全然もっとできるわ。うん、だから高校生にしては、まあ今もう高校生じゃないけどさ、高校生にしてはね一人で過ごせちゃうのよ友達がどうとかね。内緒検査ありがとうございます、嬉しいホームシックもならないし別に人恋しくもならないのよ。電話はね、あの私からはあんまりしない、本当に用件がある時しかしなくて、むしろ母親からのなんか何かしらの電話とかの方が多いですね。これどうなのとか、あれどうなのとか、これ買うのとか、どうすんのみたいな。うん、そうなんですよ。別に一人が好きなわけじゃないんだけどね、一人が好きとかでもなくて、メンバーも別になんか合わないけど、そんなにこう頻繁に、うん、本当に1日コンビニにしか出かけない時の方が、なんなら多分今までの人生で多いと思うんだけど、いや NGT 人生でね、1日コンビニだけに出かけますみたいなのはなんなら多いと思うけど、そうなのよね。うん、それはどうなのって感じですけどねコンビニだけはそれはそれでどうなんだって思うけど、そもそも外に出るのが好きじゃないし、うん、あと最近冷房も消しましたね。なんか9月に入ってから一気に寒くなって、新潟も、そう、マジで一気に寒くなって、なんか普通にさ、世界が多分ね暦を完全に理解してると思うんだよね。8月までは暑い、8月までは暑いから9月になったら寒くすんだよ。おお、分かったか、ちょっと北風分かったみたいな雲分かった、そう、入道雲はね今日までだからねみたいな、ほんとそんな感じでびっくりした。うん、あ、今年寒いかね冬。うん、今年はマジでね完全に理解してる、季節たちが、天気と季節たちがね暦を理解してますね。なんか普通に9月ってまだ暑いんだけどね、毎年の感じ。新潟も、自分が小学校通ってた時新潟で、新潟で小学校通ってた時は9月はまだ暑くて汗かいてたもん。汗かいてて長袖はまだまだで、半袖で、全然半袖短パンで登校してたはずなんだけど、うん、もう今寒いよね。まあ私服装変わんないですけど長袖だからさ、常にだってさ寒いやん、ショッピングモールとかさ、コンビニに行くのにも上か羽織ってく、だって携帯を入れるポッケがないじゃんっていうね。うん、ね、なんか今年はね寒そうですね。うん、え、真夏でも、マジで真夏でも半袖で過ごすのは本当にないよ、マジでない。多分今年も生写真撮影の時と、生写真撮影の時も着てるから脱ぐだけだから、あとなんかマジでクソ暑かった時マジでマジでもうこれはね、もう本当に8月の頭かな、マジでもうこれはね、もうマジでクソ暑かったとしか言いようがない、クソ暑かった時があったんよそん時ぐらい多分。だから多分家から長袖で出なかった瞬間は2回ぐらいしかないと思う。いや
だって生写真の時も結局上には羽織ってるから、そう8月の第1週かな、フェーン現象の時だ、そう台風が来る前ですね。結局新潟台風ちょっとそれたんだけど、台風が来る直前がマジで暑くて私でさえ汗かいてたのよ。そう、日焼けがね、日焼けが嫌だから、日焼けとあと寒いのが嫌だから、総合的に考えてポッケもあるしポケットもあるから長袖のパーカーを着るんだけど、あの時やばかったね、40度ぐらい、そうそうそう、あの新潟だけ完全になんか色ついたあの温度計で真っ赤みたいな、なんで新潟、なんか新潟だけなんか何これ新潟の図みたいな、ほんとそんな、なんかツイッターとかにもあったけど、そのそれぞれの各地の温度でね色がね分かれるやつ、なんか新潟だけ赤くねみたいな、あれなんで新潟だけなんですかね、県境に山があるの、県境に山があるからなのかな、あれなんでなんですかね、別にさ県の形になる必要はないじゃないですか、県境が山で囲まれてるからなのかな、あそういうことか、やっぱそういうことなんだね。半袖のパーカーじゃさ、だって腕出るじゃん、焼けるし寒いやん、そう着ればいいんじゃないのよ、隠すのよ、日光から守らなきゃ名言みたいに言っちゃったけど、日光から守らなきゃよ、正直日焼け止めとかさ全身に塗るの大変だしもったいないじゃない、日傘はね邪魔になるからねで結構折りたたみ傘は持ち歩くんだけどね、そう本当にね太陽外出た時に眩しってなるんだよね、そうなんか前にそんな話したらすごい病んでるのって言われたんだよな、違います、眩しいんです、ただただ眩しいだけなんですって、本当に眩しいんだよな、あとはこの髪の長さだからね、暑いのよね夏はね、暑いのマジで、まあでも髪結ぶのもめんどくさいよな、まあ、最近結構一つに結ぶの増えたけど、後ろに軽く一つで結ぶの多くなったけど、でも普通に今年焼けたのよね、そう、あでもちょっと白くなったわちょっと普通に焼けて、手というよりかは顔が焼けたのよね、そう顔が焼けてショック、なんか前まで夢と並んだ時にまあ私の方が黒いんだけど、なんか夢と並んだ時に昔よりも私の方が目立つようになったんだよ、なんか黒さというかさ肌の色というかさ、夢がめちゃくちゃ白いのはそうなんだけど、なんかあやべえ焼けたわって思った、その夢と比較した時にあ焼けたって思ったんだよね、だって前はもうちょいまだねあの並べるレベルだったんだよ、そう夢が基準で夢を基準に並んだ時になんか暗いなって、あ夢が白くなった、あそれワンチャンあるかもしれない、この前夢ね制服着てたじゃないですか、なにゃんにゃん猫のやつにゃんにゃん猫は知らないですけど猫の制服着てたじゃないですか、あの時白タイツ履いてたんだけど夢自分で言ってたからね、あの白タイツ履いてね、いやもう本当に白タイツ履いた時の足と生足のその何も履いてない時の足がね色一緒なんだよねっつって、ちょっと確認してもらうの忘れてたんだけど、そんぐらい白いです
夢は。でも本当にそんぐらい白いです。うん。そう。なんかあってかもうこんな時間だ。もう終わりやね。よし。ということで、ありがとうございました。夜遅くまで。また明日は、明日はそうだな、どうしようかな。明日また明日考えるわ明日のことはまた明日考えるわ。はい、ということでギフトコメントありがとうございました。明日グッズがね受付始まりますのでよろしくお願いいたします。13位しんいちさん、12位こたつ猫さん、11位むっちゃんさん、10位ひろしさん、9位くじちーさん、8位星太郎さん、7位突破球さん、6位13位しんいちさん、12位こたつ猫さん、11位むっちゃんさん、10位ひろしさん、9位星太郎さん、8位突破球さん、7位うかおしじいさん、6位のむさん、5位くじちーさん、4位けいさん、3位ベロさん、2位ひやりげたさん、1位としさん、ありがとうございます。並び変わりましたね。ありがとう。ということでそちらもよろしくお願いいたします。よろしくね。はい、それでは皆さんまた明日お会いしましょう。おやすみ村、またね、バイバーイ。